こんにちは。地域のかかりつけ医、マルクハート内科の山岸です。今日は帯状疱疹についてお話しします。帯状疱疹は多くの場合、子どもの頃に感染した水疱瘡のウイルスが原因になります。水疱瘡が治った後もウイルスが体内に残っていて、免疫力が低下するとそれが帯状疱疹として表に出てくる、そういった形になります。日本人の成人の 90% 以上が帯状疱疹のウイルスを体内に持っていると言われています。そして80歳までに3人に1人の方が帯状疱疹を発症すると言われています。帯状疱疹は体の一部にピリピリとしたような痛みが発生して、そこの部分に赤い発疹が出現するようになります。で、帯状疱疹は神経を損傷することがありますので、治った後も帯状疱疹後神経痛と言われる痛みが長く残ることがあります。帯状疱疹を発症した50歳以上の方のうち約2割が3ヶ月以上痛みが続くと言われています。また目や顔、耳のあたりに帯状疱疹ができて重篤な後遺症を残す場合もあります。帯状疱疹にはその発症を予防するワクチンが2種類あります。不活化ワクチンと言われるものと生ワクチンと言われるものです。それぞれいいところ悪いところ特徴がありますので、主治医の先生とよく相談して接種するかどうか決めましょう。